メタルギアソリッド5、ザ・ファントムペイン、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ロングトレイル、これやっていきましょうか。一応ね、サブはね、結構やったんで、それなりに力はつけたのかなーって感じなんだけど、どうしようかな、何持っていけばいいんだろうな。装備品選択。後ろに戦車出てるけどね。これは変えようね。とりあえずこれ持ってって、乗り物だけ、違う、これじゃない。車両選択か。普通の車にしとくか。そんながっつり戦闘することもないだろう。あったら呼べばいいしな。最悪。もっとなぁ。戦況を知ってから行きたいけどな。一回やったはずなのに全然覚えてないんだもん。まあ、ありものでなんとかするのが、メタルギアの面白さでもあるし、そういうやり方でもいい気もするけどな。そういうやり方ができるような腕ならね。できないんだもんな。ミッションの目的は、マイオールと呼ばれる PF コマンダーの排除だ。CFA を内定していた、マイオール配下の男が、奴と接触するはずだ。そいつの現在位置を端末で確認、追跡しマイオールの場所を突き止めてくれ。そういうの苦手なんですよね。あ、めっちゃ明るいな。夜にすればよかった。ん？あ、結構近いね。ただヘリが飛んでるのは外か。外なら大丈夫か。外じゃないな。全然外じゃない。ここ行くんだろうな。だったらロケットランチャー持ってきておけばよかったかな。とりあえずこの辺まで近いな。本当に近いな。マークは解除。敵？どこ？あれか。結構いるな。撃った。この辺かな。ちょっと能力高いな。欲しいな。欲しいけどな。でもここでいいんだよね。ターゲット予測の地点で、一応全員見つけてくれてるはずなんだけど。多分あん中にいるんだろうな。見れないんだよね。あ、出てくるか？出てくるぞ。これじゃない。あと二人いるから。あれか？いやー、どれだ？とりあえずあの車に乗っていくんだろうなーと思うけど。お前でもないだろう。あの車か。こんなとこいてよく見つかんないな。あんま見ないのかな、この辺とか。ちょ、車取りに行くか。移動するでしょ。やば。あんま見つかんないのかなって言ったけど。やばかったな。よし。車取って、あれ追いかけよう。東。はいはい。はい。どう行けばいい？後ろ側か。ああ、結構遠ざかったな。追いつけるのは、追いつけると思うけど。よし。リリー。敵の捕捉頼んだぞ。あっちか。あれだよね。よし。やばいな。監視所があるってことは、ここ。やばいか。いけるかな。向こうへ抜け、ああ、そうだよな。絶対戦闘ヘリの方行くよな。困ったな。
ってどうしたもんか。雨か。よし。あ、やべ。あー、バレるよね、そら。困った困った。でもな、ヘリもいるんだよね。だったらロケットランチャーの方が良かったかな。どこだ。わ、チケ。危な。危なっていうか、もう多分ダメな気はするけどな。わっと、こっちぐるっと回っていけるかな。これでバレてないのすごいな。いや、バレろよって言っちゃダメなんだろうけど。あそこか。あの辺いんのかな。はい。噴煙が採掘場の南西から飛び立つヘリを確認。おそらくターゲットだ。こうなってはヘリごと排除するしかない。え。マジで。あれか。え、ていうか、多分今の装備だと無理なんだよね。当たんないでしょ、これ。一回やり直すか。違う違う。チェックポイントから、チェックポイントってどこだ。一回でも最初からやった方がいいのかな。ちょっとロケットランチャーにしとこうか。ロケット、ロケット。ウェポン。ロケットランチャーを持ってきてくれ。高いなぁ。高いけどまあしゃあないか。これだったらここ通らなくてもこっち通っていけば。いや無理かこれ。いけんのかなあっち。でもあっちの方がなだらかだよね。マーカー置けてんのかな。よし、届いた。オッケー、ロケットランチャー爆発物蛍光していった方がいいのかな。そういう感じか。とりあえずここの上抜けていけるのかな。抜けてけるなら、あそこ登れるか。デスストランディングなら登れたな。ギリギリだけどな。よし、これを登っていい。車があそこにいるでしょ。で、あいつは何を。見つけたぞ。そいつを尾行するんだ。うん、尾行はいいんだけど。ターゲットと接触するのか。え、でも結局、あれでしょ、ヘリコプターに乗ってんでしょ。あれ落としたら終わんない。ダメかな。追尾式のやつ持ってないんだよね、まだ。誘導装置みたいなのが必要なんだけど、それ持ってるやつがどこにいるのかわかんないんだよな。敵の戦闘ヘリだ。機銃を操作されたら波の人間にはかわせない。慎重に行け。とりあえず隠れとっか。隠れるっていうかしゃがんどっか。
あ、危ない。ちょ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 、あそこにいんのかな、本当に。結局あれに乗ってるみたいなこと言われてたけどね、さっき。こっちからじゃあんま見えんな。かといってあんまりうろうろもしたくないんだよね。なあ、リリー。あそこにも車があるんだけど、車を乗り換えるっていうだけか。乗り換えるだけ？ん？敵？うん、らしいね。大丈夫なんじゃない？っていうか、ヘリがいるからな、あんまり。これ難しいな。よし。これで？ヘリがいるもんな。あれに気づかれ、距離あるから大丈夫か？あ、やばいやばい、スタックスタックスタックする。よしよし。あ、やばい。お、助かった。危ない。ヘリがいるヘリがいる。ヘリがあの辺飛んでるだけか。なったらいけるかな。よしよし。あいつらは何してんだろう。行動の意図が読めんからな。よし。おー、また車降りたのか。一人離れてるってことはそうだよね。どういうこった。トイレか？乗ったり降りたりなんだ？何してんのあいつら。リリー、わかる？あれ何してんの？ターゲットの配下で CFA の調査を行っていた。いや、いいんだけど。はずって言ってる割になんか全然。あのヘリも別になんてこともないしな。あれ、一人だけ。だいぶ離れてるな。上から見るか。いんのかな？あ、いる？あ、人結構いるな。あ、また車帰んの？結構いるな。あ、欲しいな。ターゲットか。どうしようかな。あいつ欲しいな。欲しいけど、人数えらいいるな。どうしよう。いけるか。やばいやばいやばい。よし。稼げるか。あ、死ぬなこれ。まあいっか。あー、能力高いけどな。能力高いけど。
高いけどって感じだな。それだったらもう上からズドンでいいか。なんかあれだけどな、全員回収しなきゃいけないっていうルールもないしな。いいか。こんだけ置いとけば大丈夫かな。あ、やべ、バレるか。だったらもうしゃあないな、これはしゃあない。ちょ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 、お前命やがったのこの野郎。どこだ、やばい。なあ、これができるんだったらあれだな、周りをさ眠らして周りをどこんどこぶっ放せば。こいつだけ回収するのはいけそうだな。ヘリが来なければって感じだけどね。ヘリがこっちまで飛んでくるようなことがあれば結構厄介そうだけどな。てんやわんやでちょっとこっちに近寄ってきた時の方がいいのかな。スモークグレー、はいはい。あ、やばい。よし、オッケー。これでだいぶいるだろう。よし、オッケー、オッケー。あ、マジか、ヘリから見つかった。そのために持ってきたのよこれ。はい、当たる、当たんない。やばいやばいやばい、止まれ。よし、回収した。あとはこちらで締め上げよう。はい、よし、脱出脱出、逃げるぞ。ディリーディリー、敵兵なし、ミッションクリア。え、クリア、あ、終わった。離脱してたらしい。いや、危なかったわ雑だな。ランク B、まあ、モリモリ殺したもんな。回収したマイオールだが、はい、核兵器ビジネスの件は噂を流すように依頼されていただけのようだ。あ、そうなの。クライアントが誰だかも分かっていない。連絡は全てカットアウトを通していたようだ。だがクライアントは間違いなくサイファーだろう。核兵器ビジネスが例のイエローケーキと関係していることは明白だ。奴もそう思ってゼロリスクセキュリティを調査しようとしていたようだが、もう一つ気になったのはゼロリスクセキュリティがある老人を殺そうとしているという話だ。ある老人？老人、何者だろう。誰だっけ、誰の話してんだっけ覚えてねえや。モス、はい。アフリカで拡散の進むウォーカーギアに対してエメリッヒが対抗する兵器を検討しているようだ。マザーベースに戻ってくれ。了解。
あれ、ディーボーカーじゃないの？別にあるんだっけ？見てくれ。多脚駆動兵器の構想だよ。メタルギアの技術をスピンオフしたものだ。スピンオフが大好きだな。コスタリカでもソ連の技術を流用したんだろ。こいつにはフレキシブルな設計の自由度を持たせた。コアユニットをもとにあらゆる戦闘局面に対応してハードウェアを適宜再構築することができるんだ。つまりこいつは簡単にカスタマイズができる。よって通常作戦ではミッション成功の蓋然性を高められる。プリエンプティブストライク能力の向上により、さらにひいては敵性集団への抑止力の強化も期待できるんだ。実戦投入の暁にはまるで紛争地帯へ噛み込むように、その戦闘力で敵を抑え込み、そしてやがては紛争という装置そのものに歯止めをかけていく。まさにバトルギアだ。おい、カズ、これなんだ？エメリッヒは気に入らんが、この兵器はいる。実戦で通用するのか？戦車よりも小回りが利く。局地戦でその差は大きい。この類の兵器が PF に広まってる。対抗するには同類の兵器が必要だ。じゃあ指示を待ってるよ、ボス。ボス、開発は続けさせる。構わないか？わかった。首が少しつながったな、博士。バトルギアの開発が開始されました。なんというか、やっぱこのボスこのボスって言っていいのかなってさ、なんかボス、新しいミッションだ。依頼主はあんたが鉱山で回収した子供。はい、子供たちの噂では鉱山から悪魔の住処へ人々が消えていくと。そしてこの悪魔の住処には例の 3R 社が絡んでいる。お帰りなさい。ミッションの詳細は端末で確認してくれ。やっぱこのボスね、なんか傀儡って感じがするよなっていうのは思うよね。はい、ということでご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。